スコティッシュプレミアシップ前期第11節。この時間はマザーウェル対セルティック、こちらの一戦をお届けいたします。ビレッジロードで行われる本日のゲームです。天気は曇り、時折雨もパラパラと混ざって降っている状況です。今日のナイトゲーム、このゲームの解説は元日本代表ミッドフィルダー北澤剛さんです。北澤さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。マザーウェル奪い返します。裏を狙う、この位置で受ける、ヘディング、マザーウェル先制。頭で正確に流し込んできました。焦らずにね、落ち着いたヘディングシュートで見事なゴールだったと思いますよ。今シーズン初ゴール。相手の出方がどう来るか注目ですね。さあ中村俊輔、収まった振り、ミドル、押すと左をかすめていきました。まあどんな状況でもどこからでもゴール狙ってますからね、意識高いですよね。激しいボールの奪い合い、裏のスペースを狙う、シュート、決まった、追いついた、セルティック、ここでスコアを同点にします。いいですね、この展開動いてますね。これはもう相手チームはどこをケアしていいのかがわからないような鮮やかなカウンターでしたね。これはお手本のような綺麗なカウンターでしたよね。前線の今の動き出しは常に狙っておかないとできないですからね。タイミングが良かったですよね。中村チャンスを演出で、どうだこのシュート、懐かしい、セルティック試合をひっくり返します。狙いすましたシュート、その軌道はディフェンダーの間を抜けてボールはゴールへ。いや、キーパーからしてみれば非常に嫌なシュートですよね。ああいったところを打ち抜ける正確さっていうのは大きな武器ですよね。中村俊輔、今シーズンの4ゴール目です。外に逃げる、中で味方の選手が待っている、前半終了です。非常に動きのあるハーフとなりました。失点の後怒涛の攻撃。さあまずは最初の45分を終えました。いや面白い前半でしたね。同点に追いついた勢いで一気に逆転まで持ってきましたからね。自分たちの時間帯にどれだけ有効的な攻撃をしていたかということでしたね。スコティッシュプレミアシップ前期第11節、マザーウェル対セルティック。セルティックが前半で2対1、今のところ1点リードしています。キーラン・ティアニーからのパース、シュート、キーパー、素晴らしい反応です。
した。いや今のは決められてもおかしくないですよね。ファインセーブですね。この場面でスーパーセーブです。これを繰り返せばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。スルーパス、これはファールを取られましたか。イエローカード。中に合わせてくるか。マザーウェル、同点のチャンスでしたが、これはゴールならず。決まってればね、決定的なシーンですよ、これ。あ、それともまだドラマが見られるんでしょうか。このまま試合を終えますと、セルティックリーグ戦シュート。シュートでした。セルティック、いや決められてからかなり苦しい状況になったところでしたからね。キーパー素晴らしいセーブ見せてくれましたね。この難しいボールによく触りました。俊介、さあカウンターのチャンスになります。どうする。おこれはどうだ。おっと止めた。この後ですよね。しっかりと切り替えたいところですよね。クリア。このピンチをなんとか出します。さあどこに出してくる。このパス、シュート、どう見えた。いやこれよく止めましたね。そうですね、ディフェンダーは完全にキーパーに助けられましたね。これセルティック突き放します。コーナーキックから頭でしっかり合わせてきました。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。今シーズンの3ゴール目となります。裏を狙う。さあ笛が鳴りました。3対1、セルティック貴重な勝利です。勝ち点3をものにしました。さて北澤さん、最終的には逆転勝利ということになりましたが、いかがでしたか。強さ本当にこう見せてくれましたね。なるほど。セルティックとしてはどんな状況でも自分たちのサッカーさえすれば本当にもう負けてもおかしくないんじゃないかっていう状況からひっくり返すことができるわけですからね。大きな一勝になったんじゃないでしょうかね。そうですね、ありがとうございます。そろそろお別れの時間となります。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。スコティッシュプレミアシップ前期第11節、セルティック勝利して勝ち点3を手にしています。